はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーセイバー42話感想いきましょう。というか、セイバーも残り2ヶ月って感じで、いよいよ今週ね、世界の崩壊というか、ワンダーワールドと現実世界の融合が始まってしまって、クライマックス感半端ないけど、まあラスボスはまあストリウスなんでしょう。もう他のキャラクター、敵キャラクターがみんな退場したから。なんだけど、ストリウスの人間味というか目的みたいなのが見えてきた回で、今週もいろんなことが起こったんだけど、まず根底として、今構図が、詩人ストリウスバーサス小説家神山トーマっていう感じになってると思うんすよ。で、ストリウスっていうのは物語の結末を見るっていうことにすごくこだわってて、なんでそんなにこだわるんだろうと思ったんだけど、ストリウスってもともと2000年前に詩人だったんですよね。要は物語の結末を最後まで見て後世に伝えるっていう詩人っていう職業で、そこが物語の結末を最後まで見たいっていうストリウスの強い意志に影響してるんじゃないかなと。なので物語を最後まで結末まで見たいストリウスと、物語の結末をまあ終わらせないだったりとか、さらなる新たな物語を描き続ける小説家っていう、なのでここに来てストリウスと神山トーマのお互いの元々の職業っていうのがぶつかり合ってる感じがするんですよね。で、ストリウスがなんでこんなに暴走してるかっていうと、まあ、もともと2000年前から若干闇を抱えてた感はあるんだけど、始まりの5人たちと全知全能の力に触れて知識の源に出会ったんですが、そこでどうやらストリウスはこの世界の終焉まで見てしまったようで、ん？それなんかどっかで聞いたことあるぞみたいな。それカリバーじゃねえとは思ったんだけど、詩人という血が湧いたんでしょうね。なら、結末を見届けたいと。そういう意識が多分生まれたんじゃないかな。ただ15年前にその結末を書き換えるルナーとトーマっていう存在が現れて、タッセルはそれを感じて、今回の物語はもう他人のものになったと。もう結末は他人に委ねようっていう風に思って、ストリウスにもそういう風に語りかけたんだけど、ストリウスは、いやもう結末は自分の手で最後まで見るんだっていう、詩人としての強い決意があって、15年前から強めに暴走し始めたって感じなんですよね。ただ今週の放送で分かったのは、世界がどうせ終焉するなら自分の手で美しく終わらせたいみたいな、そういう欲みたいなのが出てきちゃって、それが2000年前から暴走してる、ストリウスの本当の理由ってことですよね。ただそれってもう詩人としての立場を逸脱しちゃってる感じはするんだけど、でも結末を自らの思うように変えたいストリウスと、物語の結末は俺が決めるって言ってるトーマは、なんか根底は同じような気がするんだよな。世界の終焉まできちっと見たいストリウスと、世界を終わらせたくないトーマっていうぶつかり合いになってますよね、今のセイバーは。でもさ、それ思うと第一シーズンの頃のメディド世界を作るとか、ああいう目的は何だったんだろうな。なんか第二シーズンからさ、聖剣集めとかに変わって、第一シーズンは6本の聖剣でワンダーワールドを繋ぎようとしてたりとか、6本だったっけ？なんかここに来て第一シーズンって何なんだって振り返ると思うんだけど、皆さんはどう感じてますでしょうか？第二シーズン以降は今の主軸の物語に話がね、移行してる感じありますよね。ただそんなストリウスとトーマの物語、クライマックスの物語をよそに、まさかのデザレン、デザストとレンの話が先週、今週、来週と掘り下げがあるみたいで、なんかいろいろ脚本急ぎすぎなシーンとか多い割には割とそこを3週にわたってゆっくりやってくれるんだみたいな。まあデザスト人気キャラだから全然いいんだけど、なんかその辺の脚本のバランスが不思議だなって感じる。なんで今週のメインの話としては、塩加減がやばすぎて辛いおにぎりを作るソフィア様、ラーメンに紅生姜を入れるか入れないかの問答をしてる間に世界崩壊が始まるっていう日常と非日常の対比がすごすぎるだろ。先週ルナを連れてくるねっていうところから始まって、急いで3人がベースに戻ったら、まだタッセルが戻ってきてなくって、おにぎりでも食べて待ってるかってところで、実はタッセルの家にはストリウスが待ち伏せしてて、ルナがさらわれたかと思ったら、ルナはここにいてって言ってんのに勝手にどっか行っちゃったみたいですね。
ただそこでストリウスとタッセルの問答があって、いよいよ始まりの5人も2人になっちゃったね、ごめんね、僕が力を満ちたせいでこんな君が暴走する羽目になってとか、敵対してるとはいえ大切に思ってたりとか、あの辺のねお互いのやり取りが良かったんだけど、そんな心をもう全く今のストリウスには響かず、タッセルを剣で串刺しにして殺めてしまって、タッセルの持ってた全知全能の書の力の半分を取り上げて、ついに自分の元に5冊の始まりの5人の5冊が全て揃ったと。でタッセルが死んだ後、ワンダーワールドも崩壊し始めて、そこから現実世界に侵食が始まって、この辺は第一シーズンっぽくってよかったですね。ただタッセルが死んだのを気づいたユーリが、俺も間もなくそっちへ行くとか言ってたので、ユーリも退場なのかな。で、15年前も世界の融合が起こって、その時は上条さんが阻止したんだけど、今回は規模が大きいってことで、複数人の剣士と聖剣を使って世界融合を止めに行くんだけど、なんかそこのシーンとか結構重要なのに、割とさらっていきましたよね。で、トーマたちが聖剣を使って世界の融合を止めてる最中、ストリウスがワンダーワールドから攻めてきて、直接対決かと思いきや、そこでデザストが、お前がいるから連が強くなれないって言って、トーマに戦いを挑むんだけど、そこでストリウスがデザストの、まあ、真の存在意義というか、もともと自分がストリウスが気まぐれで作った生物なので、別に理由、存在理由もなければ物語もないと。生きてる意味も何もないから、お前は退場しろみたいな感じだったんだけど、デザストって本当目的がいまいちわかんなかったけど、強くなることと、強いやつと戦うこと、そんな感じだったんだけどさ、なんか今回のそもそも物語がお前には存在しないんだよっていうので、空っぽの存在なんだなと。でどことなくレンもやっぱ空っぽの存在、力だけを求めてて守りたい人もいないしみたいな、空っぽだからこそお互いが光り合って強さだけを求める形になったのかなと。ただレンはそんな空っぽの自分じゃ強くなれないっていうのをなんとなく気づき始めてて、来週どうなるかってところですよね。物語がない人間の物語を3週にわたって描き切るってすごいな。あとさ、印象的だったのは、まあ、今回の上堀内監督の演出もね、すっごい良かったんだけど、印象的だったのが、トーマのブチギレシーンね。もう終わりにしないかっていう、あのクールに静かに切れるトーマがかっこよかった。要はタッセルを殺めたストリウスが、彼の結末も美しくなかったみたいな感じで、人の死を冒涜してトーマがそこでかなり切れてましたね。で世界の融合をトーマたちが止めてる最中、なんとメイちゃんとルナーが現実世界で出会って、これでやっとトーマと合わせることができるって思ったんだけど、また勝手にどっか行っちゃってさ、ルナなんなん、ルナなんなんって思った。ここにて君のせいでめっちゃみんなてんやわんやなんだけど、勝手に行動するのやめて。で来週に続くって感じで、その後さ、スーパーヒーロー対戦の映像も流れてましたけど、アルト登場してたし、バンバンレジェンド系出てくるんですね。で来週はケンザンとデザストのいよいよ結末が見られるのと、新代兄弟の再登場、いいっすね。意外と退場するかと思ったらきっちり活躍するところではしてくれるのがいい。そしておー、珍しい3人。なんかさ、クロスセイバーとの組み合わせちょこちょこ変わるからいいよね。でここでレンもいよいよもう一段階強くなるのかな。おにぎり作るのが下手なソフィア様、むっちゃ可愛かったっすね。ああいう弱点があるのがいい。あとそれを正直に言っちゃう大神寺さんと、よく言ったみたいなメンバーのやり取りも良かった。ワンダーワールドの守り人であるタッセルがストリウスの手にかかって倒れ、ワンダーワールドに異変が起きた。それを一旦トーマたちが止めたが、ストリウスの手には始まりの5人が持っていた力の全てが揃ってしまった。ストリウスが思い描く美しい結末にトーマが必要不可欠だという、そんなストリウスを止めるべくトーマたちが動く。そしてここまで一線を隠していたリョーガとレイカも自らの意思で動き出す。ストリウス、トーマ、リョーガ、レイカが存在価値をかけて動き出す。そしてレンとデザストもそれぞれの存在をかけて激突する。もういい、お前に存在意義はない。周りの中にレンに対してデザストが容赦ない一撃を放つ。レン割とさ、幹部化するとか怪人化するとかでやられて終わりかと思ったら、結構レンの物語も描き尽くしてくれるんだな。上堀内監督らしい演出と編集、そう、ほんとそれだった。
で、アタッセルも熱演でしたね。ストリウスと話す懐かしさ。あ、もうほんとそこが良かった。お互いのここのやりとりが。やだー、こんな映像見たくない。めっちゃ仲いいじゃん。もうルナほんとすぐどっか行っちゃうの、なんなん。で、スペクターブレイズ配信されてますよーと。さらに、あ、そっか、この黒幕っぽいキャラが出てきて終わりは、この先もまたゴーストの続きが作れることがあるかもしれない。そんな思いとともに、あー、じゃああれかな、おもちゃの売れ行き次第なのかな。エスパーダネクロムがあるかと思った。おー、これがなんか、そう、CM でもさ、みんな変わった姿してましたよね。あ、待って、これってさ、王の服じゃない？あ、違うか、最有機の世界に現れる層が、そういうことね。発見伝の世界に現れたアルト。おお。お前の望む結末にはさせない。でも今回の映画のセイバーの新たなフォームとかも公開されておりますけど、このドラゴニックのスーツが改造されちゃったので、ドラゴニックがもう見られないんだと思って、寂しい。じゃあバンダイキャンディーブログも見ましょう。お兄様、え、すげえ。シールがないように見えるぐらい。めっちゃ綺麗なんだけど。ブック9。時刻圏開示。さすがにここはシールだね。で、やりモードも、あ、変身はできないのか。変形できないのか。やりモードが別で、付属するってわけね。え、すごいかっこいい。これ胸アーマー、全部塗装か。じゃ、シールか？貼りやすい感じのシールなのかな。すごい綺麗。青いライオンはシール。あ、そうなんだ。でも、かなり綺麗に見えますね。これで新大兄弟。新大兄弟ね、中盤以降の登場だけど、きっちり目立ってるのいいなぁ。強いし。で、これで11人の剣士が、あ、全員勢揃いと。ストリウスもね、新たな姿が、もう自動詞だと解禁されてますからね。で、仮面ライダーグリース。わ、これか、写真加工するとすげえかっこいいな。そして、初期のヒゲ。初期のヒゲと、初期の、エボルトも、写真すごいっすね。チャオみたいなポーズも、楽しめると。明日発売のやつだ。って感じでセイバーも真のクライマックスに動き始めてる感じがありますが、本当マスターロゴス編で一度世界もうやばい状況になって、空に巨大本が生まれて、でここに来て今度はワンダーワールドと世界が融合し始めるっていう、トーマたちの住んでる現実世界かなり何度も危機に襲われてますよね。でもマスターロゴス編も意外とそこまで引っ張らなかったせいで、このストリウスラスボス編が、まあ、8月いっぱいまでやるってことを考えると結構時間に余裕がありますので、しっかり今回もストリウスの掘り下げがあったりとか、ちゃんとラスボスの戦う理由みたいなのが明確になってるのは非常にいいと思います。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、仮面ライダーセイバー最新話感想動画でした。